違えた。もんちゃんハートありがとう。みゃんこ先生キノコありがとう。え、嘘。え、一日一ルーム。え、一日同じルーム無理なんだ。マジ？キラキラ？むずいね。え、G とかさいたらどうしたらいいの？アリさんファイト、ありがとう。どうしよう。ミキちゃんハートありがとう。フォーユーさんハートありがとう。放送事故確定って言われてる。でもね、もう目の前には充電をされてる掃除機をセットしました。え、そうなんだ。野口さんハートありがとう。面白い。もう本当に そしたらちょっともうちょっと救世主をね頼みたい。野口さんハートありがとう。ピースさんたい焼きありがとう。あしもっちゃんちたい焼きありがとう。あ、きら星は午前も午後もなんだ。え、すごい。そらはさん召喚してるの、すごい。そらはさんは何が出てきたんだろう。タラママニアさんキノコありがとう。ハンターさんハートありがとう。イケちゃんたい焼きありがとう。ね、冷蔵庫話かよ。確かに。え、なんかさ出てくるもんなんだね G って。マシャさんだるまありがとう。黒山さんタコありがとう。はしもっちゃんち結婚してなんや。マシャさんハートありがとう。タガケイさんレインボースターありがとう。バリーさんウケるってありがとう。ほんともうやばいよね。ジゴさんたい焼きありがとう。タガケイさんお疲れありがとう。おやっきーさんおきのこありがとう。きよにかわいいありがとう。りゅうちゃん結婚してどうしよう。なんやで、なんで。みずき結婚してどうしよう、なんで。なべさんハートありがとう。ハンターさんろうそくありがとう。マジ上陸するんだ。どうしよう怖い。雨美味しい、怖いな。やっていきますか。カズさんお疲れってありがとう。5時半起き生活お疲れ様。きついね。普段どれだけ早起きでも眠いよね。トムトムさんハートありがとう。イモムシとかいたらどうしよう本当に。私泣いちゃうよ。そうね、やらなきゃ。しんいちさんハート。ぶんちゃんハート。トムトムさんハートありがとう。うん、まあでもこの冷蔵庫ともねお別れだから。うん、広島の話かよろしくね。マビさんレインボースターありがとう。トムトムさんハートありがとう。今から冷蔵庫の周りをよくちょっと綺麗にしたいと思います。あーうん、雨が。うん、粘着質なものが。そう、パセリの家に食料をね預かってもらってるの。ん、もかね、やだね。成田のシンファイトありがとう。トムトムさんハートありがとう。橋本ちゃんちハートありがとう。フォーユーさんもハートありがとう。うんうん、やっていきますか。うん、そう、でももう冷蔵庫の中はそのままでいいやと思って。はしもっちゃんちたい焼きありがとう。ん、たい焼きじゃなかった。花束ありがとう。はしもっちゃんちバラありがとう。ゴールゴールグレーゴールズさんだるまありがとう。はしもっちゃんちハートありがとう。たかおさんハートありがとう。千切り？千切り石鹸やば。うまく切れるか。そっちじゃないよ。リロルさんハートありがとう。もうね中身の掃除はできませんということで。
分かんない。でも明日やっとね新しい冷蔵庫が来ます。コーヒーは甘党さん、バラありがとう。リルさん、ハートありがとう。あ、そうなんだ、排水管から来るんだ、怖いね。私洗濯機のさ、そこもなんか汚いからさ、綺麗にしたい。リルルさん、ハートありがとう。やりますか、もう一丁飴飲みよう。え、今何時？50分だ。にゃんにゃきゃ、あ、メールを送りたい。ハートありがとう、メール送りたい。わっわっ、成田のしんハート、バリーさん、バラリ、あ、バラバ、バリーさん、ミラボありがとう。ちょっとさ、もう今脳みそがおかしい人みたいになって、ミラボありがとう。バリーさん、バーキャハグン結婚して、ここ結婚、うん、ここ結婚、うん、あー、お寿司食べたい。アリさんハート、リルルさんもハートありがとう。サンドイッチいいね。トムさん、キノコありがとう。メールお楽しみに。あー、あれか、黒いやつ、ブラックキャップとかか。ハッカオイル、シュシュするといいの、分かった。イオンさん、たい焼きに氷にキノコにありがとう。ん、送ろう。え、由美子姉さんのさ、卒業コンサート、由美林シートと亀戸席もあるんですよね、確か。ペンライトとかもあって、イオンさんありがとう。音符おはぎ2022さん、ハートありがとう。すごい、すごい、うん、カメ子すごい。でもすごいね、花道がある、長い。え、 iPhone15 もあれするの。あ、ハッカオイル、そうなんだね、いいね。それはレッドさん、レインボースターありがとう。お、申し込んだ、いいね。あ、ほんと、ホコリっぽいとか今そんな出ないだとええんだけど。レッドさん、レインボースター、セイジさん、だるま、福武さん、キノコありがとう。セイジさん、ハートありがとう。え、ラストおやすちメールどうする。
口もごもごしてる。かわいい、ありがとう。かけました。かけたよ。あ、アイディア嬉しい。意気込み、あ、でも意気込み書いたかも。山にこもったの。卒婚どうなるんだろうね。マイカーとかで何かしたいね。 GBT もしてみよう。お、チョコグミ飴、飴、生姜と蜂蜜ののど飴、甘くて美味しい。母さん結婚して、結婚。やばい、お風呂で並べてるさんになっちゃった。お風呂で配信してる人みたいになっちゃった。お、え、宝箱やん。浦部さん、たい焼きありがとう。全然、今からでも冷蔵庫しないといけないのに。やる気が出ないなの。うん、うん、ゲットできた宝箱。バラありがとね。たい焼きもありがとう。ミシオッパハートありがとう。うん、カズさん似合う、ありがとう。現実逃避似合ってる。え、ジョーカー、ジョーカー持ってるし、多分もうこれダメだ。ああ負けちゃった。秀樹くんハートありがとう。今ね違うところなの。今は冷蔵庫の前にいますどこだよって。頑張れ。トラナルさん、だるまありがとう。あ、お、あ、よかったじゃん。ひできくん、ありがとう、ハート。そう、あめちゃん。よし、頑張るしかないか。あ、コイン来た、コイン。10枚。まだもうあれ、もう一回 GBT いけるか、もう一回しようよ。ちょっと現実逃避してる人になってる。長吉さんハートありがとう。やばい。おおおお、リコチ推し2人もいるよ。あやとくん、いちるさん、すがやで、おきさん、おきさん推しもありがれ。忖度のこね。長吉さんありがとう。宝箱の出し方変わる。確かにね、そっち優先するから止まらんよね。頑張れ頑張れ。みゃんこ先生、キノコありがとう。やらなきゃー、冷蔵庫。現実逃避、あんまりさ動きたくないのよそう、七並べ。
卵片付いてない。あーあーうん、お、宝箱の人いる。きゅうり食べたい。やっちまったぜベイベー。忖度したら忖度されちゃった。優しい優しい。イエーイ2位だよ。きゅうり食べたい。サンハンさんハートありがとう。ね、引っ越した時の綺麗さに戻りたい。さあやるか。対戦ありがとうございました。マイカーはどうなんだ。焼肉、すごい、みんなめっちゃ並べてくれてる。よしやるか。小型ペンギンさんファイトありがとう。サンハンさんもだるまありがとう。あー、また引っ越したいぐらい、綺麗にリセットしたいぐらいだけど、これを機にねリセットができるんだって思ったら頑張ろう。よし、まずは食器を戻すぞ。このね、あの食器乾燥機を置いてる横に、あの冷蔵庫の横に置いてるんですよね、食器乾燥機。そのためにあの棚があるんですよ、食器乾燥機。それをね出したい、引き出したい。まあまあまあ、ここまではまださ、序の口ちょっと拭いちょっちゃげよういね。あ、もうさ長年のさ汚れだからさあんま取れにくいかも。やだします。引き出せない。これがあるから、こう。あ、あ、思ってたより引き出しのあれは綺麗でした。あ、思ってたより綺麗。あ、ちょっと安心。ちょっと安心。思ってたより綺麗。なんか落ちてる。うわ。マージのうまみソーセージのなんかこんなん出てきた。マージのうまみソーセージのなんか何おと特品なんかこれ出てきた。汚い。何これ。うわ
掃除機タイム。バリーさん魚肉ソーセージが出てきた。たい焼き、せいじさん、たい焼き、アリさん、たい焼き、 NHF さん、たい焼き、せいじさん、たい焼き、フォーユーさん、 NHF さん、バリーさん、ありがとう、ズーレスさん、だるま、フォーユーさん、コーリーフォーユーさん、ハート、ただちーさん、たい焼き、ロロさん、レインボースター、フォーユーさん、キノコ、ロロさん、レインボースター、ダベさん、キノコ、バリーさん、小型ペンギンさん、たい焼き、フリマロおバカさん、ハート、小型ペンギンさん、氷、せいじさん、キノコ、りょうちゃん、ハート、ロロさん、レインボースター、サンハンさん、サトシさん、ありがとう、いっこうさんも、キノコ、サトシさん、だるま、フリマロおバカさん、ハート、サンソンさん、アリさん、ファイト、サンハンさん、だるま、たくさんありがとうございます。サンパチさん、マアジの魚肉、でも美味しかったよ、覚えで、あの時のかって、りょうさん、ハート、リコチのイメージが、綺麗なイメージ、魚肉ソーセージは食べないイメージでした。いきます。なんかさ、めっちゃほこり臭い、なんかお家とかの、お家じゃない、なんかさ、あれとかの、あのあれの匂いがする、お掃除用具入れ、うー、ハウスダストじゃん。カズさん、音符、フォーユーさん、キノコ、 NHF さん、たい焼き、大好き、神崎わたろんさん、ハート、フォーユーさん、 NHF さん、たい焼き、カズさん、音符、せいじさん、キノコ、フリマロおバカさん、ハート、バリーさん、氷、ナオポン、結婚して、結婚、これは拭き掃除もしたい、まず棚の拭き掃除をしたいですね。なんて日だ。まあでも日頃の感謝の気持ちを込めてこうやってお掃除しないといけないってのはなんとなく思ってた。なんか来てる。でも思ってたよりは綺麗だった。まだなんかもうちょっとなんか汚いのを覚悟してたよ私は。
誇りだね。これだね。あと最後の一段です。そうそう、赤ちゃんのお尻拭きで棚拭いてる。音もなく気配もなく静かに、はいはい、まあまあ綺麗になりましたね。ちょっと床を拭きましょう。ほこりまみれでござる。ガラスの破片とか出てきた。はいはいはい、いい感じいい感じ。私はもうちょっと汚いかなって思ってたんですよ。はいはい、あ、ちょっとみんなヤッホー。うん、割と綺麗でした。マージぐらいですね。ゆうやきのこありがとう。あやとくんたい焼きありがとう。なおさんハート。やきさんきのこ。フリマロおバカさんハート。こびとさん妄想のプロが楽しめる配信。確かにこれは妄想のプロ系、プロ向けの配信ですね。きのこ、ハリルンさん、き、よう、ろうぞく、こうさん、きのこ、ずるですさん、だるま、こうさん、きのこ、大好き、かんずきばたろうさん、わたあめさん、おんぷ、ゆうやきのこ、確かに、しゃむねこさん、ファイト、ありがとう、頑張ります、フォーユーさん、だるま、ありがとう、ふりまるおばかさん、こびとさん、きのこ生えていなかった、そう、NZF さんたい焼き、大好き神崎渡郎さんハート、フォーユーさんバラ、ナナリンちゃんだるま、ゆうやさんミラボ、フリマロおバカさんハート、フォーユーさんハート、パリー氷ありがとう、キューさんたい焼きありがとう、小人さんミラボありがとう、壁に闇落ちしなもんおもろい、キューさんハートありがとう、わたあめさん音符、シェイジさんたい焼き、 NZF さんハート、フォーユーさんたい焼き、 NZF さんフリマロバカさんハート、フォーユーさんキノコ氷、小人さんミラボーアリさんハート、バリーさん氷ありがとう。そう、掃除機の匂いしたよね。う、目が乾燥してきた。安井場さんハート、なっちゃんコンコンハート、ハルルンさんバラ、
もう私の喉がさ、喉じゃないわ、口が全然回ってない、ハートのことハオって言っちゃった。サンソンさん音符、サンハンさん音符、サンハンさんだるま、おやっきーさんキノコ、カラさん、ん誰カラさんってもう私疲れてるのかな。ゆうやさんキノコ、あやとくんバラ、んバラじゃない、たい焼き。もう本当にちょっと頭がおかしい人かもしれない。なおさんハート、やあきさんありがとうございます。ちょっと全然違った。片付けば順調ですね。ビンタロウさんだるま、ありがとう、いい感じです。ふう、じゃあ次は避難させて、おー汚い、え、なんでこんな汚い、何か汚くさせた、もう汚い、お掃除はまた、今度ですね、これは。え、このさ、電子レンジに ついてるのかな、この。こんなに溜まってたんだ。なんで？あ、これは電子レンジも、やばい、電子レンジが持ち上げられないぞ。これはもう任せですね。だったらなんか電子レンジのなんかをが冷蔵庫の上にずっと前からいるんですけど、そのなんか電子レンジなんか特別な コンセントに刺さってたから、
取れないから、ちょっとこれはもうプロにお任せですね。特別なコンセントソフト、ここカセットじゃない、特別なコンセントで通じるかな。なのでちょっとレンジの上と冷蔵庫の、なんだろう、とりあえずの部分をちょっとお掃除しておきます。わあ、なんかもう頭が回んなくなってきました。ついてるので、そういうのもちょっと綺麗にしてあげて、冷蔵庫のね周りだけでもいいのでちょっと綺麗にしてあげます。はい、やりました。眠くなってきました。コンコン、ハートありがとう。冷蔵庫なんとか、業者さんがやってくださればいい感じのとこまで来ました。ふう、眠くなりました。ゆうやたい焼きありがとう、きのこもありがとう。あ、アースって書いてた、うん、アース付きコンセントかも。アース、なんでわかるの。アースでした、アースって書いてた。アースはどうしたらいいんですか。マーシーハートありがとう。フォーユーさんだるまありがとう。フルマルおバカさんハートありがとう。ホワイトアチコガチハートありがとう。小人さんミラボーありがとう。バリーキノコ間違えた、バリーさんアイスありがとう。アイス食べたくなっちゃった。フォーユーさんハート、ヤーキさんキノコ、フルマルおバカさんハートありがとう。ドアは私がいるかも。あ、ドアがいろいろやったりしてます。 N2F さんたい焼き、バリーさんアイスありがとう。マサさん音符、ズーデスさんハートありがとう。もういい感じですね。緑の線とかなんか黄色の線とかついてたような。サンハンさんハートありがとう。キャズさんハートありがとう。成田のしん、佐藤三つ葉さんハートありがとう。小型ペンギンさんお疲れありがとう。橋本ちゃんありがとう。たい焼き、うん、とりあえず冷蔵庫の横がなくなりました。プロに任せるしかないですね。うん、あとは玄関のゴミを捨てて、玄関のペットボトルの段ボールをこっちに避難させる。じゃあ段ボールを避難させます。今からち
なんかアイス食べたいよね。行ってもらう。よいしょ。私がペットボトルをの段ボールをただひたすらに運んでる。できました。筋トレ代わりになりました。そう、中身入りなの。うわ、4箱いつもいっぺんに頼んでます。なあ、ごはんねん、めっちゃ飲むよ。あー、できた。バリーさん、アイスマリーさん、アイスありがとうね。人生方向音痴さん、ミラボーありがとう。マリーさん、アイス優しい。アイスはおばちゃんち行った。え、そう、わかる。ピノ食べたい、めっちゃわかる。マニョチ、たい焼きありがとう。チェコさん、ハートありがとうね。しっかり掃除したらいいが、明日でもいいよね。プロに任せよう。そう、プロが来るからね。ホワイトはチコガチ、ハートありがとう。お疲れもありがとう。マリタのシン、お疲れありがとう。小型ペンギンさん、お疲れありがとう。はい、アイドルです。セブン行ってアイス食べるか。んー、でももうやること終了ですね。カズさん、ファイトありがとう。休んだ方がいいよ、優しい。あ、なんかさ、前髪が汗でもうなんかべちょべちょしてる。え、ねえねえ、私がさ、ちょっと玄関掃除機かけていい？廊下か、この廊下。you
できました。 OK OK。 これでもう準備万端、あとは迎え入れるだけ。おっとっとさん、あ、音符ありがとう。そう、もうね、避難済みよ、私の食料たちは。小型ペンギンさん、お疲れ、ありがとう。ホワイトチコガチ、音符ありがとう。バリーさん、ペンライトありがとう。フォーユーさん、音符ありがとう。フリマのおバカさん、ハートありがとう。大好き神崎バタロウさん、音符ありがとう。ホワイトはチコガチ、音符ありがとう。カラオケ配信、これすぐるさん、だるまありがとう。カズさん、音符ありがとう。サンハンさん、音符ありがとう。ミヤティさん、花束ありがとう。サンハンさん、音符ありがとう。フォーユーさん、ハートありがとう。確かに平常運転よね。そう、掃除機コンコン、音符ありがとう。確かにこの時間に掃除機は、ほんとみんなのことは無視してないよ。無視されたって思った。フリマのおバカさん、ハートありがとう。せいじさん、たい焼きありがとう。はい、楽しい、氷ありがとう。ミニストップ行きたい。なおさん、だるまありがとう。ストーチのひさまさん、ファイトお疲れありがとう。カズさんもファイトありがとう。あ、出っ張りいますいます。あ、出っ張りに髪の毛がなんか引っかかってる。近所迷惑にならないよ、ありがとう。明日もお仕事ですか。せいじさん、お疲れありがとう。パリーさんも、お疲れありがとう。もうね、もう今日完璧ですね。あとはもう冷蔵庫を迎え入れるのみです。そしたらもう新居。あ、メール届きました。じゃないか、頭を空っぽにできて、ストレスも挟んだ。マーシーハート、フリマのバカさんハート、なり楽しいハート、ありがとうございます。いい感じ、まゆちたい焼きありがとう。やーねー、ごま落ちてる。いい感じ、掃除も終わってるんるん。そうね、あとは寝るのみ。むにゅちたい焼きありがとう。朝から明るいよ、明るい。私も自分のことびっくりしちゃった。受ける受ける。私のメール届いてる、いっぱい。にゃー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 。海辺のたぬきさん、ハートありがとう。うがいするべく、じゃあもう、え、もう22時、かゆい、もう22時なの、信じられない。え、すごいねこれ。感じ。
私さ今さオートミール作りたいと思ったけどさもうさ電子レンジのさコンセントも抜いたからさ分かんない。飯テロだった？本当？アイス食べていいよって思う。え全然食べてほしい。アフラック。フリマルおバカさんハート。半袖だよ。アイス食べたい。うん自主練したい。ミラノ風麻婆天ぷらさんのどうすごい癖のあるご飯ありがとう。でもそうだね黄色の衣装似合ってる嬉しい。あレンジのコンセントは何度も抜き差しして OK。 お茶漬けが食べたくなったの。そう水木似合うありがとう。お茶漬けがね急に食べたくなったの。お茶漬けが一口だけ残すと確かに一口だけ残してくれたんでしょ。私結構何でも一口で一口あと一口なのにところでお腹いっぱいになってふーってなって冷めたやつを食べる。あーお寿司食べたいですね。お茶漬け食べていい？お茶漬け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 食べていい？全然食べていいよ優しい。今は酒茶漬け梅茶漬け食べたい。ほんとネギトロもいいな。じゃあ今から調理してもいいですか？やばいかゆかゆ。ほんのちょっとだけです。冷蔵庫をまず冷蔵庫のコンセントをちゃんと挿して冷蔵庫をちゃんと表向かせて私ほんとお茶漬けがねずっとずっと食べたかったの。ずーっとずーっとお茶碗にこんなもんかしらってぐらいを入れます。あとはお水をこんなもんかしらってぐらい入れて、お、ちゃんとチンつく。1.5分チン。あーなめたけいいね。そうえ昨日も言ってた。だからさ豚汁にさお米、私結構べちゃべちゃな食べ物が好きなんですよ。だからお味噌汁にお米入れて食べるのもめっちゃ好きだった。まいのちーたい焼きありがとう。佐野丸ママ氷ありがとう。同時につけてなきゃ。あなるほど。なりたのしん氷ありがとう。アースは明日業者さんに頼もう。わさび茶漬けか。わさび茶漬けってどんな味がするの？北条の正とか私お茶漬け CM にする。チャッ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 お茶漬けの CM。 お茶漬け出される時の音。眠いぞさーん、わかる。ハートありがとう。私、北条氏。ツーデスさん、たい焼き。毎日もたい焼き。そのまるまま氷、ありがとう。あー、鼻にツーンってくるんだ。ツーデスさん、たい焼きありがとう。お、さ
いたい。熱い。あ、いい感じかもしれない。おかゆって感じ。お、おかゆって感じですね。梅、海苔、のえ、のざ、のざわい、な、な、鮭。梅にする。うわ、なんか変な音したかな。これかな。あ、これよ。3分の1ぐらいかけました。熱い。お茶碗が熱い。見て、できた。かゆ、熱、かゆ、かゆいって言った。マスタングさん、だるまありがとう。チューデスさん、たい焼きありがとう。 CM じゃん。ポテチ入れるの。じゃん。オートミールと梅のお茶漬け。ではいただきます。お茶漬け中っていう読み。おいしい。一番おいしいかも。アフ、アフカッパ。うん、うん、タイ茶漬けいいね。カズさん、うま、ありがとう。腹筋頑張ろう。頑張ってて偉い。ごめんなさいね、今下唇ですよ。ベロは出してない。カズさん、うま、ありがとね。お米食べたいね。ケンタッキーさん、ペンライトありがとう。書き込みたくなる。熱くてさ、お茶碗持てない。うん、腰痛いのは良くないね。大切にしてね。 YouTube。 うん、恥ずかしい。ノリノリノリになっちゃった。今日なんか変な夢見た。もうね、おかゆぐらい。うんふん。口の中やけどしたんか。え、お茶で作る派って誰か言ってたね。私もわかる。キンキンに冷えた麦茶が好き。お腹すいちゃうね。この海苔が気になるの。取れない。海苔をどうしても取りたかったの。お茶漬け好き。うん。
生食べれるかも。歯についちゃう。猫ママ好き？うん。なんかお魚のなんかさ、お茶漬けもいいよね。うん。うん。うん？かぼちゃポタージュやかん。洗うの大変そう。やかん開けたの、開けたら作ってたの面白い。おじやの後の親父で、親父は後片付け受けるんだけど。ね、鍋の締めは麺も好きだし、お米も好き。おいしい。なくなった。アイス食べたい。でもちょっとなんか元気出た、ご飯食べて。かゆい。幸せ。お皿洗うしかない。もぐもぐした。ごちそうさまでした。余ったお茶漬けは大事に取っておく。実はお昼のヨーグルトのお椀もそのまんまにしてるの。冷凍庫残念コリーってなっちゃった。ねえ、アイス食べるなら何がいい？みんな。私は今はピノの安納芋もいいなと思ってるし、チョコがかかったマンゴーとかでもいいな。フルーツ。でもさ、私昨日食べたガトーショコラが美味しくてまた食べたいってなった。なんかガトーショコラとお茶って合うよ。
菓子いける、ガトーショコラは和菓子いける、そんぐらい濃厚。皿洗った、えらい集中して洗ってたよ、えらい。みんなとどんな配信するのっていう話になって、私はもう生活の一部を配信してるよみたいな感じだったら、なんかいいアイデアだねみたいな感じで褒めてもらった。なんかこうやって見て、ちょっと同性感が味わえる配信だねって。でもどう、みんなはさ、いつもさ、もうなんか共暮らししてるみたい。共暮らしって何、共同生活してるように感じる。熱っ、洗えた。想像力、絶叫配信だった私。確かにありのまま、本当ありのままよね。流星さん、ペンライトありがとう。タカさん、バラありがとう好きだからここにいてくれるの嬉しい。え、ね、ルームシェアしてるよねこれ。同棲中配信、フリマロおバカさん、ハート、え、洗えたよ。タカさん、キノコありがとう。離席配信ける、ママありがたいね。シャンピンさん、ハートありがとう。フリマロおバカさん、ハートありがとう水何、水音にキラキラ光るミラボかな、カエルかいね。人生方向音痴さん、ミラボありがとう。リュウセイさん、ミラボありがとう。成田のシーン、ハートありがとう。ガタンゴトン言ってないやろ、ガチャンバリン、バリンも言ってないっけ。フリマロおバカさん、ハートありがとう。 NHF さん、たい焼き。おさぬさむさん、ハートありがとう。偉すぎる、偉いって言ってくれて嬉しい。普通やで、確か生茶のか濃厚抹茶のフォンダンショコラ絶対美味しい、名前から美味しい。小人さん、ミラボありがとう。フリマロおバカさん、ハートありがとう。ビエネッタいいな、アイス。ビエネッタも食べたい。ピノキノコさん、わ、ピノって名前だ。キノコありがとう。ピノキ、チ
チョコパイアイス絶対美味しい。ピノの抹茶絶対美味しい。食べたい。アリさんたい焼きありがとう。大好き神崎渡郎さん音符。由美子ちゃんハートありがとう。もやし生活さんお疲れありがとう。フリマロバカさんハート。誠さん花束。お茶漬けが食べたくなってきた。明日もお茶漬けにしよう。もやし生活さんありがとう。アイス。なんかさ冷蔵庫がないからさ保存が効かないものは食べられ置いとくことができないからめっちゃお茶漬けとかありがたい。オートミールでできるから。橋本ちゃんちありがとう。たい焼きいっぱい美味しそうなアイディアがありがとう。みんな風流だね。中秋のミラボって出てる。わかる。ビエネッタまだ憧れです。レディーボーデンとかめっちゃ憧れ。ゴルさんたい焼き。あ、ぶどうのソフト気になってた。癒し？ゴンカ？ゴンカ？ゴルさん。たい焼き。大好き神崎渡郎さん。バラ、ありがとう。ゴルさん、ハートありがとう。アロマショコラさん。ダルマありがとう。タカさん、バラありがとう。流星さん、ペンライトありがとうね。わ、シューマイも食べたい。私さ、シューマイのなんか、あのレシピをいいねしてた。いつか消したけど。あるある。 NKYK さん結婚してあがと。でもなんでお茶碗いつも洗ってくれるなら。ビン太郎さんハートありがとう。でもさお味噌がもうさお醤油になりつつある。そのお醤油になりつつお味噌をパシェちゃんにあの預かってもらいます。ジャンピンさんハートありがとう。ありがとう。偉いからバラ嬉しいね。シューマイでもなんかそれはそこをキャベツにしてた。キャベツのなんかざく切りをそこにしててすごいヘルシーで美味しそうだった。食べたい。よーし、じゃあもうそろそろ今何時だ。でもちょうどもう11時ですね。23時。にゃ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 。リコチメールの返信を。あ、今日届いて見てました。ずっとみんなからおめでとうっていっぱい来てすごい嬉しかった。あー、明日になれば。幕張？幕張メッセ楽しみ。幕張の着る服もう決まったんです。10月21日の直接お話し会。もう服決まったんです。初選抜おめでとう。嬉しい、ありがとう。みんなのコメントを読んで、はあ、頑張ろうってなれた。嬉しい。みんな10月21日ぜひ来て。2、3、5時間目。3時間目がおすすめ。東京楽しみだよ。福岡も大阪もあるのも嬉しいし、広島もおめでとうね。あつよしさんハートありがとう。確かにこの時間にお外出るなら気をつけないとだね。オンラインお話し会もすごい楽しみ。大阪はまだ決まってない。何にしようかな。新年一発目3月20日。インヌ。東京って来やすい。あ、みんなに質問。皆さんお支払い、お支払い、お話し会の支払いメールって届きましたかって。ね、私に出会ってくれて本当ありがとう。
ひいさんもめちゃ可愛い。ありがとう。ありがとうございます。あ、まだだよって。可愛い。今日はすっぴんでお肌を休ませる日でした。全部終わってからだって。全然？え、全然浮かないよ。いろんな人がいる。大丈夫だよ。今夜は、おお、ありがとね。おやすみ。まだだって。よかったよかった。チョコレートの醤油やばくない？どんな味なんだろう。ね、ゆっくりお風呂入る。じゃあそろそろありがとうってしようかな。もうね、決めて、続々と決まっております。もうお洋服も頼んだしね。あ、猫耳ニットキャップ使うのあり。いいですね。いいですね。天才ですね。じゃあ、待っててください。ハマーン様、え、お洋服いっぱい可愛いの見てるから待ってて。カズさんありがとう、ありがとう。マスタングさん、たい焼きありがとう。じゃあもう今日やるべきことは終了いたしました。おお、10月3月幕張、嬉しい。3時間目嬉しい。確かになんかハロウィンのコスプレとかできたらいいよね。いい子にする。ありがとうね、配信のおかげでありがたい。お部屋を片付けられて、自主練もできたし、みんな見守ってくれてありがとう。アリさんお疲れ、ありがとう。じゃあ団長の方をお呼びいたします。39位から、ゴルさん、イッコ、ピースさん、コウさん、ナベさん、あるある、 NKYK さん、シャムネコさん、タダチーさん、キューさん、もやし生活さん、みずきさん、ゾウデスさん、ハルルンさん、キヨニー、アヤト君、フォーユーさん、チェコさん、ウラベさん、ボヤッキーさん、ホワイト、あっちこがち、ヤーキーさん、ヒデキくん、瀬戸内のひさまさん、マニョチ、フリマルおバカさん、アリさん、小型ペンギンさん、成田のしん、あ、残業頑張れ、お疲れ様、カズさん、橋本ちゃんち、流星さん、NHF さん、ゆうやさん、そして本日の秋元先生枠は、ひいさま先生です。ありがとうございます。人生方向寺さん、せいじさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ。第3位は、小人さんでした。小人さんありがとう、コメントもありがとう。第2位はバリーさんでした。バリーさんありがとう、嬉しい、見てくれてありがとう。そして第1位はロロさんでした。ロロさん初めて壇上1位ありがとう。そして私のあのアバターをね着てくれてる、嬉しいです、ありがとう。1位、お、え、今日何と何が戦ってる、え、何の試合ですかそれ。日本とトルコ。ハマーン様、ハマーン様とは、え、 AM2 時なの。すごい。アリさんお疲れ、ありがとう、ありがとう。みんな見てくれて。サッカー、野球、バスケ、あ、サッカーか。サッカーの試合なんだ今。なんかバスケも、あ、1位になったんだよね。かすごい。なんかさ、今年のなんかスポーツ界ってすごい盛り上がってるよね。侍ジャパンが優勝してからなんかいろんなことが塗り替えられてるくない？すごいと思って見てる。おスタンズサムさん、かわいい、ありがとう。じゃあ今夜も、え、もうこの時間か。健やかにみんな。かゆい、毎回どこかしら私かゆいの受ける。健やかにね、私も健やかに生きる。お、バイトお疲れ様だ。みんな今日もお役目お疲れ様。冷蔵庫楽しみですね。明日も、明日は朝ゆっくりなので配信
したいと思います。何時になるかな、あの時間ぐらいかなと思うので、9時ぐらいかな、しようかなと思います。よろしくね。じゃあ皆さん今日も健やかに寝ましょう。では永遠お休みでいきましょう。それではいきますよ、せーの、永遠お休み。健やかに、そうだね、お風呂ちゃんと肩まで浸かる、ありがとう。冷蔵庫のお披露目配信は多分間に合わないと思うので、ちょっとまた翌々日とかにさせてくださいね。あ、ぜひお話し会受付中なので皆さん来てくださると嬉しいです。じゃあ待ってます、またね、健やかに、いてまたね、また明日。冷蔵庫の中から配信やばい。